によっては黒じゃちょっと難しくてとても私にはみたいな人は、ただ Java の思想力があると黒じゃを書くときにすごく役には立ちますね。今日はリクルさんに来ていただいております。リクルさんはソフトエンジニアで、テクノロジーがクロージャーというテクノロジーのソフトエンジニアのリクルさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。今、どこに行ってお仕事されてらっしゃるかとか、簡単なご経歴など教えてください。はい、今はアメリカのカリフォルニア州の北の方で、ソフトウェアエンジニアとして働いています。そして業種は、一応フィンテックとよく言われるんですけど、とりあえずなんか株の取引をやるプラットフォームを入っています。ありがとうございます。で、そのクロージャーという技術を使って開発をされていらっしゃると。もともとは学生時代はそちらのアメリカの方にいらっしゃって、で最初のキャリアは日本でいらっしゃったんですね。そうですね、はい。その大学生の頃にすでに結婚していたんですが、妻がすでに日本で働いていて、日本でとりあえず働ければという感じで、なんかあまりこだわりなく内定出してくれたところに就職したみたいな感じでした。なるほどですね。はい、ありがとうございます。それではそうですね、職種の内容についていろいろ今日はお聞きしていきたいというふうに考えております。最初にですね、このソフトエンジニア、クロージャーという技術のソフトエンジニアについて、お仕事の内容、それからどんな方、ステークホルダーというか利害関係者とお話をしながら仕事を進めていくのか、この辺についてちょっと教えてください。はい、割とふんわりした言い方になってしまって申し訳ないんですけど、マネージメント層で、決めたロードマップ的な、この機能をこの時にこの順番でやっていくぞみたいなものがあって、そのロードマップの一部が僕がいるチームのところにやることとして、降りてくるっていうと、ちょっと受け身に聞こえちゃうんで、ああちょっと違いますかね。ただ最初は降りてくる、はい、それをチームごとに配置されているプロダクトマネージャーと、エンジニアでこういうなんか戦略でやるぜみたいな感じでタスクとして分割して取り掛かってっていうのをなんか2週間ごとに、なんかスプリントみたいに進めていくみたいなのが、日常ですね。なるほどですね。それちなみにこちらにいらっしゃるので、日本人の方っていうのはクルさんぐらいなんですか？いや、意外といてあ、そうなんですか。僕以外に3人いますね。で、プロダクトマネージャーとエンジニアとで、いろいろこう協議をしながら進めていくということですね。はい、ありがとうございます。お仕事しててなんか一番大変なこととか、ちょっとざっくりした質問であれなんですけど、大変なことってどんなことがあるんですか？チャレンジングなこと。何でしょう、なんかこう他のチームとか、会社にすごいできる人がいるんですけれども、その人たちが想像もつかないような成果を出していくのを、なんかはためにこう自分の自尊心を折らないようにするのが、なんか日々の中では大変かなと思って。なるほど。でもなんかイメージ的にはそうですね、周りにいるエンジニアの方がなんかものすごいできそうな、まさにそんな感じなんで、その中でいかにこういうところなら役に立てるぞとか負けないぞみたいなのをなんか探して。なるほどですね。頭の中で考えて、常に考えていることではありますね。このクロージャーというそのテクノロジーについては、はい、日本ではまだそれほど馴染みがない部分もあるんですよね。そうですね、ただツイッターとかで割とソフトウェアの話題をフォローしていると、1年に1回とかはリッチ・ヒッキーっていうそのクロージャーの作者がいるんですけど、クロージャーの外にもなんか刺さるような割とすごいプレゼンテーションを過去たくさんやっていて、定期的にそれが昔の話がまた出てきてバズってっていうところで、クロージャーが定期的になんか注目されるみたいな存在ではあるんですね。なるほどですね。なのでクロージャーやってないけど存在は知ってるみたいな人は結構いると思います。なるほどですね。多分イクルさんのこのソフトエンジニアで特にこのクロージャーの部分がモチベーションにつながるのかなって勝手に思ってるんですけども、クロージャーとの出会いは、一番最初は日本で出会われていらっしゃる。
そうですね、はい、日本にいる頃でしたね。個人的な状況を説明すると、最初に入った会社で技術的なことをできるかと思ったら、翻訳とか通訳みたいなことが多くて、ちょっと他のことやりたいなみたいなところで、なんか技術いろいろ調べて、なんか他のものはいろいろ難しそうだったんですけど、クロージャーだけはすっとこう頭に入ってきたというところで、実際そういうものなんですか。まあ、クロージャーも同じように難しいんだけれども、育成さんに入りやすかった。そうですね、なんか人によってはクロージャーちょっと難しくてとても私にはみたいな人はいるみたいですね。クロージャーって、すいません、ちなみに素人的な質問で申し訳ないですけど、なんか どういうその特性とかがあるんでしょうか。そうですね、第1にというのはあれなんですけど、プログラミング言語はなんかこうリスプとそれ以外っていうなんか分類があると聞いたことあるんですけど、まあ、リスプっていうカテゴリーにまずいて、でリスプっていうのがやたらとカッコばっかりで見た目なんかキモいみたいなことは言われがちなんですけどそこでなんか得られるパワーがある言語みたいなところがあって、こう文法を自由自在にこう組み替えれるみたいなところとか。それがクロージャーの特性なんですね。そうですね、まあ、リスプクロージャーが属するこうリスプっていう、リスプというところの特性だ、特性が、はい、で、まあ、クロージャーでリスプによらないクロージャーの特性としては、なんか関数型で、イミュータブルっていうことに重きを置いてるみたいなところがあって、簡単に言うと古典的なプログラミング言語っていうのは、なんかデータがあったらそこを同じところなんかこうどんどん書き換えてなんか処理を記述するみたいなことをするんですけども、クロージャーはそういうことをせずに前作った値はそのまんまにして、どんどんこう新しい値が流れるように入っていくみたいなところ。なるほど、はい、そのクロージャーという言語は今、はい、フィンテックの関係の会社さんにいらっしゃるってことですけど、フィンテックとか、そういう業界だったら合うとか合わないとか、なんかそういうのはあるんですか。割とそうですね、もう一つポイントがあるんですけど、重要なところで、金融業界っていうのはなんかこう Java が割とポピュラーというか、金融業界にいるんだったら Java っしょみたいなところがあると思うんですけど、クロージャーっていうのが、その Java の環境の上で動くので、こう Java の資産があったらそれをそのまま使えるっていうメリットが、第3のポイントで、なのでこうすでに Java が広く使われているところであれば、そのまま言語の Java のちょっと辛いところは触れずに、シュッとした美しい言語で Java の幅広いエコシステムを利用することができるみたいなところがパワーですね。はい、クロージャーと Java っていうのは、まあ、そういうなんかこう親和性はあるということで理解させてもらったんですけど、はいはい、例えば Java ができる人とはクロージャーもできるっていうことでもないわけですね。なかなかそうですね、一概に言えないところはあるんですけれども、ただ Java の思想力があるとクロージャーを書くときにすごく役には立ちますね。あ、そうなんですね。イグルさんはそれで YouTube でそのクロージャーの情報発信をされていらっしゃるんですね。はい、しています。ぜひあれですね、クロージャーについてより知りたい方にはリンクをいただいてという感じですか。リンクをお願いします。